Good morning, Night City! 昨日の死亡者数クイズの結果は手堅く30人。そのうち10人はギャング抗争の続くヘイウッドからだ。警官も一人死んじまったから取り締まりが厳しくなるぞ。 NCPD は身内殺しを絶対に許さないからな。サントドミンゴはまたもや停電。今回もネットランナーどもが送電網に悪さをしたらしい。ウェストブルックではトラウマチームが今もサイバーサイコ事件の犠牲者を掃除中だ。パシフィカはっていうと、まあ相変わらずいつものパシフィカだな。以上、ナイトシティといえばこの俺、スタンガーお届けしたぜ。それじゃあまた会おう、この夢の街で。Bだ。Bよ。Bだ。
B よ。Thank you.
B だ。 B よ。 B だ。 B よ。 B、聞いてるのか？ごめん。聞いてる。大丈夫か？平気よ。その、気にしないで。事を吐き出したのかと思ったぜ。大したことない、ただのストレスよ。そのうち仕事に殺されるぞ。まるで傭兵家業が安全とでも言わんばかりの口ぶりね。少なくとも急に背中を刺される心配はしないですもん。で、何があったんだ？何かよ。情報漏洩があって対応のために急遽上司に呼び出されたの。ナイトシティ支社はすっかりピリピリムード。でもお前がヤバいわけじゃないんだろ。他の奴らの尻拭いをするだけで。荒坂の傍聴部にいる限りヤバくない時なんてないのよ。まあ気にしないで、私なら大丈夫。頑張れよ。どうかした？
の邪魔だよ。本当の問題はこの後よ。漏洩の次は月面基地のライセンスを失うことになるかも。採決はもう済んだの？もうすぐよ。あとはジェンキンスがどうするか。彼次第で会社は何百万もの損失を負うことになる。ユーラシア市場が大変なことになってる。ロンドンにチューリヒ、ワルシャワも、うん、もはやカオスだな。情報漏洩さまさまね。市場は下落、兵器の流通は停止、事業は後退。数ヶ月分の仕事が無駄になったわ。傍聴部はキリキリ舞だな。日本にバレないといいんだが。何がだ？フランクフルトの件だよ。大規模な漏洩じゃないが。日本はもう知ってる。誰から聞いたんだ？日本は全てを知ってる。そう考えるのが一番安全だ。遅くなりそう。ええ、ううん、夕食は先に食べてて。いつ頃帰れるか分かったら連絡する。私もよ。今フランクフルトから緊急センターに移送してるところよ。ついさっきバーゼルから報告が入った。二人死んだらしいな。三人よ。国境付近でミリテクの暗殺者を一人排除した。
いつまで待たせる気なの？ヨーロッパで問題が起きたせいだろう。ああ、フランクフルトの情報漏洩でしょ。まったく、ずさんな管理のおかげでこっちは大迷惑よ。なんだ。何してる、ビー。もう1時間以上も遅刻だぞ。すみません、もうじき着きます。フランクフルトめ、アマナシーは俺に全責任を押し付けてくるだろう。はあ、私はオフィスにいるからな。急いで来い。日本軍における伝説のパイロットの一人として後世に語り継がれることになります。しかし1942年任務中に搭乗機が激しい損傷を受けます。サブロー氏自身も重傷を負いましたが、故障した機体を何とか操り基地へと帰還したのでした。続きは CM の後、チャンネルはそのまま。3人がミリテクに襲われた。ヨーロッパの近隣施設は従業員の避難を開始している。その3人の容体は？死んだよ。全員の安全が確保できたらメディア向けに発表する。なんて言うのよ。セキュリティの定期メンテナンス中に悲劇的な事故が発生しただろうな。ジェンキンスさんがお待ちです。オフィスへどうぞ。おいビー、久しぶりじゃないか。フランクだよ。東海岸のアイスフォール覚えてるか？ナイトシティにいたのね。元気だった？相変わらずさ。1週間前はケープタウンにいたんだ。傍聴部にいるんだってな。となるとフランクフルトの件で大忙しだろう。上司はジェンキンスだよな。評判通りの男なのか？そっちは、上司は誰だっけ？アバナシーさ、優秀だよ。ケープタウンの計画も彼女が考えたんだ。私の上司はその女のせいで特殊作戦室の室長に昇進できなかったのよ。よくあることさ、仕方ない。ええ、確かにそうね。ジェンキンスは何て言われてるの？切れ者だって、いろんな意味でな。最近は本気でイカれちまったみたいだが。追い詰められてるのよ。日本から重役が来た時、室長の風評被害のおかげで昇進を白紙に戻されたから。ケープタウンでは何をしてたの？カーゴ作戦だ。知ってるか？アフリカの紛争への兵器供給、あなたが担当だったの？まあね。ライフルの詰まったクレートを海に捨て、借りた漁船で後から引き上げるのさ。古臭いやり方だが、戦には銃が必要だからな。ごめん、ちょっと急いでるの。また今度話しましょうね。もちろん、また会えてよかったよ。緊急プロトコル発動。システムセキュリティを確認。アクセス拒否。
見ないで。例の彼女よ、傍聴部の。かけてくれ、すぐに済む。採血の剣を片付けないと雲の海の基地を失うことになる。もうじき始まるぞ。状況は？ああ、予想通りだな。いいぞ、やれ。アバナシ室長。採血を見ていたぞ。なんだあれは。後始末です。フランクフルトが失態を演じましたからね。ご指示の通り問題に対処しました。誰が欧州宇宙機関の理事をまとめて殺せと言った。隠蔽するのにどれだけコストがかかると思っている。しかしライセンスを失うことなく1週間の猶予を得ました。行き当たりばったり、そして短絡的だ。いかにもお前らしいが、後できちんと説明してもらうぞ。クソ、相変わらず腹の立つ女だ。アバナシーとは因縁があるみたいですね。ああ、その通りだ。あの女は日本の重役たちの前で私を貶め、私の代わりに特殊作戦室室長に昇進しやがった。そして今は私の頭に銃を突きつけている。だが引き金を引くことはない。私が必要だからな。自分が恐れてできないことを私にやらせてるのさ。分割統治、効果的な戦略ですね。効果的か。何かアドバイスはあるかね。やられっぱなしではないとアバナシーに思い知らせるべきです。なるほど。一度思い切り殴ってやればおとなしくなりますよ。その意見には大いに賛成だ。これを。ベータチップ。信頼の証だ。ほら、受け取れ。この数週間で集めた情報が入ってる。彼女の生体データ、トラウマチーム会員証に運転手、警備主任、愛人、その愛人の夫の名前まで全てだ。これをうまく使って私を悪夢から解放してくれ。お前の言う通り思い知らせてやるんだ。こんな話をしたことがバレただけでも私はおしまいです。そうだな。だがお前が私のお気に入りであることは周知の事実だ。つまり手を貸さなくても疑われるだろう。断ったらどうなるんです。バカなことを言うな。お前は断らないさ、B。お互い理解できているはずだ。受け取れ。クレジットは追跡されるけど、現金なら使ったそばから消えてなくなる。そんなところだ。この金でふさわしい人材を雇え。企業とつながりのあるやつはダメだぞ。そして何よりよく知っている人間を使うことだ。分かったな。はい、承知しました。よろしい。では報告を待っているぞ。健闘を祈る。
外に AV を待たせてある。それを使え。私をがっかりさせるなよ。ナイトシティ傍聴部のジェイキースだ。月面基地のライセンスに関する立法手続きの分析が欲しい。頼まれていたレポートです。昨日までにやるんじゃなかったの？すみません、遅くなりました。メールで送っといて。言い訳は後で聞く。B、まだ生きてるか？地獄の様子はどうだ？地獄ね。その方がまだいい。なんかトラブルか？とにかく信用できる誰かが必要なの。イエスってことだな。リジーズで会おう。1時間で着く。ご確認いただきたいことが。送り込んだ工作員の正体がバレたようです。フランクフルトの件？いえ、うちの管轄の別件です。話して、手短にね。バイオテクニカに潜入させた工作員のことです。彼は最近最高機密情報へのアクセス権限を付与されたのですが、有益な情報をつかめずにいます。というと？綺麗すぎるんです。サーバーはまるで滅菌室。相手に気づかれ、虚偽のデータをつかまされている可能性があります。もう引き上げさせた方がいいでしょうか？予想されるリスクは？殺される可能性は低いですが、メディアへの告発、家庭崩壊をほのめかした脅迫はあり得るでしょう。彼を揺さぶるには十分かと。引き上げさせて。ただし慎重にね。向こうに悟られたくない。ジェンキンスさんには？私から話しておく。わかりました。
いいえ、そんなことは言ってない。そう、ノーコメントよ。何度言えばわかるの？警戒するようみんなに伝えて。俺たちに探りを入れる気だな。月面基地を失うのは大きいもの。私たちを許すはずがない。採決の報告を見たか？ひどいことになったな。公になったら私たちはおしまいよ。その心配はしなくていいだろう。真相を知る残りの数人もじきに消える。はい、どうかしました？ご指定ください。地区の分析データは？ヘイユットにて NCPD の活動が活発化しています。当局の公式声明はありません。通信傍受の結果、同地区へのマックスタック出動が推測されます。サントドミンゴ広域における停電が報告されています。その他の地区に際立った変化および異常は見られません。目的地、リジーズバー。目的地を確認しました。早速、リッチニュースをお伝えします。本日開催された欧州宇宙理事会の協議は、神経安定化システムの不具合により突如中断されました。すでに5人の理事が死亡しており、さらに3人が重体と被害は甚大。不具合の原因については現在も調査が続けられています。なお、理事らは全員バイオテクニカ支給のデバイスを着用していたことが分かっていますが、同社は沈黙を保ち続けています。詳細が分かり次第、 N54 の現地レポーターから続報をお届けします。以上、 N54 ニュースの速報でした。どうしたの？次のセッションはまだ先でしょ。悟りに少々気になる生態地の通知が来てたから確認しようと思ってね。問題はないかい？少し調子が悪かっただけ。大丈夫よ、心配しないで。前回言ったことは覚えてるね。1日3回の神経筋機能訓練、心が軽くなりやる気も出るはずだ。保証するよ。分かってる。じゃあまた。近い場所に降りて、規定は無視していい。パラメーターを更新、着陸シークエンスを開始。行かれてんのか、このコープ女。ここは着陸パッドじゃねえ。
俺たちを潰す気か。マジかよ。分かったよな。あんたとやり合う気はないんだ。オービタル A は快適な宇宙の旅をお届けします。ご旅行の際には追っておいてくれ。オービタル A をお選びください。くそ。私に何か用？今日はろくな日じゃないわね。ことはごめんよ。 AV を見張っててほしいんだけど。なんで私がそんなことを頼んでるんじゃないの。傷つけたら承知しないから。リジーズへようこそ。ないだろ。知らない相手とは話さないように。どうしたの。今オフなの。またね。
た。いい目してる。俺誰か知ってるのか。例の新作飲んでみるか。まだよ。少しスケルマスないと。
だ。飲んだらボックスに突っ込んでるぞ。こういうとこは初めてか。また会えて嬉しいぜ。座れよ、とにかく話を聞こうじゃないか。久しぶりね、ジャック。調子はどう？バレンティーノズとメイルストロームの間で火花が散っててよ。一儲けするチャンスなんだが、命の保証はない。まあとりあえずはぼちぼちやってるよ。だが俺の話はどうでもいい。今日はお前の話を聞きに来たんだ。先に言っとくけど、この件は内密にね。もちろんだ。お願いよ、これは生死に関わる案件だから。任せろって。俺を誰だと思ってんだ。ホットでの素人じゃあるまいし、メヒコの国境の件を覚えてるだろ。俺は一言も喋らなかった。あの時はあんたに助けられた。もしカルテルのことが漏れてたら。でも漏れなかった。今回も同じさ。信頼できるから俺に来たんだろ。データチップよ、刺して。おお、なるほど。どう思う？これは高くつくぞ。しかも慎重にやらなきゃな。痕跡を残さず現金のみで。現金ならある。あとは人材だが、テッキーが一人か二人、頭の切れるランナーに肝っ玉の太いドライバー、もちろんソロも必要だ。ちょうど一人ここにいる。だから俺んところに来たのか。女を始末させるために。デリケートな仕事だからこそ信頼できる人間が必要なの。こいつはデリケートな仕事なんかじゃねえよ。ただの暗殺だ。荒坂がどういう企業かは分かるでしょ。いや、分かんないか。おいそれと断れる立場じゃないの。だが俺は断る。お前も考え直すべきだ。ほら、酒でも飲んで人生を語らおうぜ。ラシアスマミータ。ダブルのテキーラにグレナデントライム、気を紛らわずにはこれが一番だ。この会に。それで乾杯のつもりか。なんだよ会って。普通は家族の健康とか、バーで出会った色っぽいママシータニーとか、そういうのに乾杯するもんだろう。分かっちゃねえなったよ。この会に。この仕事もそうだよ。公募の連中は腐り切ってやがる。エルディアブロと契約した愚か者の集まりだ。荒坂に魂を売っちまいやがって。誰かを殺すよう命じられた次の日には、今度は別の誰かがお前を殺しに来る。そういうものよ。トップに立ちたかったらそれなりのリスクは負わないと。だがトップに立ってるのはお前じゃなく、サブロー荒坂だ。お前はただの駒でしかねえ。人のためにじゃねえ、自分のために生きろ。それしか道はねえだろ。そうかもね。でも今はまだ離れられそうにない。俺はそうかもしれねえけどよ。せめて。なんだお前らは、迷子か。お前が B だな。ジェンキンスの使い？知らない顔だけど。だろうな。だがこっちはお前のことをよく知っている。今日ジェンキンスから仕事を託された。詳細を教えてもらおう。それは機密事項よ。あんたに明かすことはできない。何が。気分はどうだ。なかなか答えるだろう。社用ネットワークへのアクセス権限を剥奪した。支給されたサイバネティクスは2分後全て機能を停止する。ジェンキンスから受け取ったデータを渡せ。それで解雇手続きは完了だ。どうやって私のこと。お前が知る必要はない。データを渡せ。
このチップに。賢明な判断だ。もういい。形式上はね。だがお前自身も片付ければアバナシーは報酬に色をつけてくれるだろう。だって一緒に来てもらう。早くするんだ。おい待ちな。だから自分が置かれてる状況をちっとは考えたらどうだ。あまり中心乗っちゃいけねえ。よそ者が人の島で始めるとどうなるか想像はつくだ。それは脅しか。そっちが撃った瞬間こっちも打ち返さざるを得ない。あっという間に死体の山の出来上がりだ。目的のものは確保した。それでよしとしよう。大丈夫か？気分はどうだ？気分は最悪よ。喉がカラカラで息ができない。ああ、俺のいとこはドラッグをやめた時と一緒だな。ひどい寒気に手の震え、冷や汗垂らして吐くに吐けず。そんな感じ。リー、しっかりしろ。リパーに連れてってやろうか。ああ、いや、トラウマチームが迎えに来てくれるか。トラウマの契約は解消されてる。生化学制御も社宅も使えない。銀行口座まで差し押さえられた。凍結じゃなく差し押さえよ。マジかよ、仕事の早い奴らだ。てか、本当に大丈夫か。何か。とりあえず一旦落ち着かなきゃ。私はもうおしまいかもね、ジャッキー。人生の全てを奪われた。その逆なんじゃねえか。ノーと言えないお前に向こうから言ってきてくれた。きっとこの方が良かったんだよ。それにまだ全てを失っちゃいない。お前には友達がいるって言いたいの？そんなんじゃねえよ。暗殺の仕事の金があるだろって。結構な額があるんじゃねえのか。それでやり直しゃいい。捜査チーか、再出発だよ。おい聞いてんのか、ビー。マジでヤバそうだな。ビーだく大丈夫かよ。新しい人生はから始まんだぞ。ハローナイトシー。毎度おなじみスタンダー。さあ今日も夢の街で新たな一日が始まるぜ。俺はこの街が大好きだ。どれくらい好きかっていうと、たまに孤児院に顔を出してはタバコをせがんでくる母親と同じくらいにな。今日もまた何百人と新参者がここにやってくる。だが1年持つのはせいぜい半分だ。それも当たりの年ならな。連中は何をしにナイトシティに来るのかって。そりゃ次なるモーガン・ブラックハンドやウェイランド・ボーボアみたいなレジェンドになるためにさ。俺リスクがでかけらでかいほどリターンもでかいって言うしな。だがメジャーリーガーの選手生命は短い。炎ってのは勢いがいいほど燃え尽きるのも早いもんだ。その前に鉛玉を食らう可能性だってある。この街の伝説が集まる場所を知ってるか？墓地だよ。とはいえ伝説になるには出身も身分も関係ない。お前が本物ならチャンスはあるさ。ナイトシティはそう夢の街だからな。ターゲットの女はこの建物のどこかにいる。誘拐した連中と出くわすかもしれねえ。中に入ったら警戒を怠るなよ。おっと、その前に
ミリテクの訓練用チップを手に入れたんだ。ほら、プロフェッショナルだって本番前にはリハーサルをするもんだろ。仮想訓練ってやつだ。やってみるか。ええ、試してみる。まずは基本の戦闘訓練からだ。なお、このセッション内容は記録され、後の評価に使用される。この訓練プログラムは、諸君が戦闘の基礎を身につけ、反射能力を磨くために設計されている。ここで学ぶスキルは、戦場で生き延び、さらには活躍するのに役立つだろう。諸君には効果的な武器の使い方、ステース戦術の活用法、敵ネットワークへのハッキングを学んでもらう。なぜならミリテクでは、ミリテクのプログラムは穴だらけね。でもこの戦闘訓練自体は役に立ちそう。では新兵、1番ステーションへ向かえ。どうした、さっさと進め。スパルタ式に鍛えていくから覚悟するのよ。射撃訓練プログラムを始めるわ。まずは軽いウォームアップから。少しハードルを上げましょうか。悪くないわ。でも実際の相手は打ち返してくることを忘れずに。ぼーっとしてないで身を隠せ。撃たれたらリアニメーターを使って手当てして。準備ができたら訓練エリアに進む。今度はお友達を連れてきたみたいね。さあ、腕の見せどころよ。プラットフォームに立って次へ行きましょう。お次はハッキング訓練。コース内容に少し手を加えてみたからお楽しみに。この訓練モジュールでは、戦闘におけるテックツールの使い方を、後ろにある画面をハックして敵の注意を引いて。
あなたならできるって。後ろにある画面をハックして敵の注意を引いて。うちの方がイケてるでしょ。 OK、 じゃあそいつを静かに倒して上出来よ。あとはそいつを倒すだけ。大丈夫、もう一度よ。後ろにある画面をハックして敵の注意を引いて。うちの方がイケてるでしょ。 OK、 じゃあそ、ああ惜しかったわね。もう一度始めから。後ろにある画面をハックして敵の注意を引いて。コーコなんかよりこっちの方がイケてるでしょ。 OK、じゃあそいつを静かに倒して上出来よ。あとはそいつを倒すだけ。現場に痕跡を残さないのがプロの鉄則。それが死体の場合は特にね。敵を運んでどこかに隠すのよ。いいじゃない。じゃあ次はそいつを素早く倒して。今度はリアルタイムで敵をハックしてもらうわよ。頑張ってね。よし、グレネードを起爆して。余計なことは考えず命令に従えば結果が出る。ミリテク式も悪くないでしょ。まあ私のおかげなのは事実だけどね。さあ次に行きましょう。まずまずね、ミリテク式の訓練はあなたに合ってるんじゃない。訓練を続けるならモジュールは他にもまだあるわ。もういいなら終了して。でも忘れないで、ストリートにはヒントもやり直しもないからね。何グズグズしてるの。よし、じゃあ今回はステルス技術の訓練ね。
早く身をかっ。OK。次は出口に向かって。見つからないようゆっくりと。惜しかったわね。もう一度始めから。早く身を隠して。OK。次は出口に向かって。見つからないようゆっくりと。あなたならできるって。早く身を隠して。 OK。 次は出口に向かって。見つからないようゆっくりと。ステルスよステルス。忍者の BD は見たことあるでしょ。あんな感じ。じゃあ次のエリアね。もう一度、次はカメラにも気をつけて。どうしたの、V？ いい感じね。プラットフォームの上に立って終了して。おまけに上級向けの戦闘技術よ。それが済んだら今回は終了。じゃあ次はいよいよ近接戦闘ね。敵を無力化して。手強いから気をつけるのよ。よし、そこまで。次は B の体格に見合った相手を用意してみようか。
難易度をイージーからノーマルに上げるわよ。今度の相手は攻撃をブロックするわ。次は防御。攻撃よりつまらないけど重要な要素だから。相手は攻撃の後に毎回バランスを崩してる。その隙を狙ってカウンターを食らわせて。やるじゃない、リー。次は相手にパンチを空振りさせるの。攻撃を食らわないようにして。一発もね。若き弟子よ、もう私から教えることは何もない。なんてね。さあ、次が最後の試練よ。ここまで来れたならやれるはず。次は近接武器よ。剣を取って。これまで学んだことを実践してみて。ずいぶん慣れてきたみたいね。プラットフォームに乗って。じゃあね、 B。どうだ、役に立ちそうだろ。じゃあいよいよ本番といくか。若子から何かアドバイスはあった？うちあんたのおかんやない。簡単な仕事や、指示通りやったらええだとさ。よし、行きましょう。エレベーター、こっちだ。